53センチでした。ありがとうございました。いいんですか。いやちょっと岡田の荷物がガーンってなって日本一です。皆さんおはようございます。ようこそ九州へ。さあ今日はですね、はい、11月3日なんと今日は阿蘇パラダイス、オリドパラダイス、阿蘇パラダイスなんかいいですか。めちゃめちゃ晴れましたね。 いい天気ですね。雲一つない、ね、この行いがいいからこんなにいい天気になったと思いますが、九州で初めてのイベントになります。これ第1回目、今日絶対成功させて、とにかく目的はいや楽しかったなって言って終わるのが一番なんで、これからスタートしますから、我々がまず楽しみたいと思います。これからあの後走るんですけどね、あそこまで行く、あそこの上まで行くんですよ。そうそう、すごい、あそこの上にこう道路が走ってるんだけど、あそこをマイカーで走るのが僕夢だったんで、今日やっと実現できます。車好きのこのユーザーさん、こんなに集まってもらってめちゃくちゃいますよ、ね、正直ね、短期間で集まってくれると思ってなかったんだけど、もうそれもね、前ガレージの、雨宮君のおかげです。ありがとうございます本当に雨宮のおかげだと思います。、はい、本当に面白い車もいっぱいあったんで、後でまた向こうに行った後です ね車紹介したいなと思います、はい、九州の車好き、はい、これから今日スタートです。気をつけて、後ほど会いましょう。後で後ほど、はい、後ほど、では、後ほど、はい、いいところですね。ここはね、阿蘇の山で一番気持ちいいところなんですよ。ほとんど頂上を横にこう走るような、はい、あ、天気もいいし景色も最高ですね。でしょ、これだから関東でいうと箱根だけど、箱根にはこういう道はないんだよね。横にずっと続くような開けた道の上を走るところってないから、はい、やっぱこうもうね、九州の阿蘇庭ではないですね。あ、撮ってます、地元なんで。みんな地元なんですね。皆さん、無事に本日の目標地点までご苦労様でした。これから何を始めるかというと、恒例の寸止め選手権、寸止めで
たい人。がじゃあ参加ということでいいですかね。狙い通りちょうど半分ぐらいです。ルールは至って簡単です。決められたポジションからスタートします。スピードはいらないです。だいたい20キロぐらい、まあ、20キロって言ったらネットタクセル出るぐらいのスピードです。で、決められた停止線に発泡スチロールのブロックを置きます。ここでキュッとブレーキをかけて、いかにそのブロックと車の先端が近いか選手権です。一番車の出てるとこね、リップスポイラーだったりフロントバンパーだったり、一番近いとこで垂直に見て何センチか選手権です、はい、これはあと多分5年後ぐらいにはオリンピックの、競技に入ってくると思います。真剣にやってくださいよ。集中力を高めていいですか。超えちゃダメです。超えた時点でアウト、まずは手前で止めること。超えた時点でもうアウトです。1センチでも超えたらアウトです。近くてもね。いいですか。以上でございます。はい、じゃあちょっとここでですね、まずデモンストレーションということでですね、プリンスの先輩さん、彼は愛媛県ですよね。はい、愛媛県からやってきましたプリンス。プリンスという車のショップをやってます。リバティウォークの四国の代理店でもあります。プリンス千葉さんです。千葉王子と言います。王子だからプリンスです。皆さんよく覚えておいてくださいね。彼はこう見えて S2000 の日本一です。すごいんです。だからもうドライビングテクニックは半端じゃないです。その彼がまずデモンストレーションを見せてくれるということで、はい、まずそこからねちょっとね、はい、デモンストレーションを、はい、千葉さん意気込みを。ですね、全く聞いてなかったので、まあこれ将来オリンピックの正式種目になるということで、僕は初代金メダリストを目指してやっていこうと思います。おおすごい。30キロ超えちゃダメです。アウトです。今ルール説明してるから、もう一回20キロから30キロの間。あ、19キロ。動いちゃダメよ。もう一回だけ見本。こんな感じです。今のは近そうに見えましたが、フロントリップが超えていたのでアウトです。車のナンバー。車種と。これアウトですね。2センチ、2センチ出ちゃいました。リバティウォークのリップスポイラー分出ちゃいました。でもね、これはねナイスチャレンジですよ。すごい、見てください。ドライバー降りて、これね、これはすごくギリギリに見えましたが、レギュレーション通り超えてしまったのでアウトです。アウトです。イエーイ。すごい素晴らしいです。さすが、先っちょとんがってる。さすが S2000 日本一だけあります。急な振りですとどうしようかと思いましたけれども、僕普段ノーマルしか乗ってないので、ノーマルのつもりで走ったらこうなっちゃいました。いやでも本当にノーマルだったらこれ結構チャンピオンクラスだよ。じゃあ僕初代世界チャンピオンクラス、オリンピック正式種目の初代金メダリスト。ただね、出ちゃったからね。残念。で、車幅感覚がないということで。はい、大変失礼いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。マジすごい、マジですごい。結構ね、ここまでみんな行けないから、すごいよ。楽しい。楽しいでしょ。結構こんなことだけど楽しいでしょ。楽しいです、めっちゃ。これから。ねえ、見てください。ちょっと待ってください。インタビューします。何センチぐらいの予定でした今のは。いや、多分5、60センチぐらい。113センチでした。113センチでした。もうとっとと帰ってください。はいはい。どんぐらいのつもりですか今の。50センチ。99センチです。今のところトップです。残念です。これね、意外といけないんですよ。意外とね、難しいんですよ。18キロ。ちょっと待ってください。何センチ？3センチぐらい。おー
3センチ3センチマジで160 160センチですこんなですしかもスピードは18キロしか出ないとっとと書いてください今のところビリです8マイルスープラが来ますおーおおおちょっと待ってちょっと待って何センチだと思いますか2センチ16キロしかも16キロなんでもうまずその時点でアウトです115 車大事に乗ってください車を大事にしてる感じが伝わってきますまだ1おお28キロ何センチだと思いますか結構いい感じだと思います20センチアクティブ出したらダメですアクティブ出てましたよアクティブよりアクティブよりナンバーのが出てました素晴らしいナイスファイト鹿児島からねおおナイス何センチだと思います20センチぐらい自分的に20センチ、はい、50センチです50センチって大体こんぐらいあるからねでも全然行ってる感じするでしょ前であのコンビニ止めると大体どんぐらい空いてる前止めいや前から止めないですやっぱりねありがとうございました素晴らしい何センチぐらいだ50センチと言ってますさあ93センチです114センチ95センチ本当に全然ですおお素敵なハンドルがついてるぐらいだと思う20センチ42センチです2センチですハンドルがついてるんでマイナス40で2センチです42センチでしたありがとうございましたおおおおどうでしょういやこれはダメですねダメプラス21センチでもね間隔6センチだから悪くないだから21センチいっちゃいましたスピードは26キロ惜しいなかなか10センチの壁を越えられません何センチぐらいだと思う、まあ、彼はね小学校から夢のスープラを買ったばっかなんでね結果は161センチいやあのスープラを大事にしてる気持ちがよくわかりますよ、はい、ありがとうございました161センチって大体人間の身長ぐらいありますからねあかっこいいスポイラーついてるからほぼ0センチです34センチ出ちゃいましたが気持ち的には4センチ出たぐらいかなマックソイルドのリップとマックソイルドのサイドステップがついてます優勝まあ、かっこいいディフューザーもついてますね55センチ46センチ意外とだから自分が思ってるよりも遠いのよ98センチなかなか九州の皆さん攻めてこないですねあれあ今ちょっとインチキしました91センチです車かっこいいめちゃくちゃかっこいい、うん、おお今アイサイト使ったでしょ61センチ手前かなって言いますよね手前かなの領域を超えてるぐらい手前です149です6センチのつもりが84センチでしたはい、はい、ありがとうございましたおおソンマッチですかこれは80スープラです80スープラです素晴らしい29センチおおよ30センチ暫定230センチで暫定2ってかなりレベル低いですおおこれはエンジン止まった超えたかな超えたかな10センチ暫定トップです熊本から今のスープラただね演出しちゃったからプラス10センチで82センチおおドキドキしますよ結構なんかこんなことのドキドキするでしょ、ね、選手権ですから46センチ車いいですね NSX かっこいい音がいいね音がね大事にしてくださいねお32センチ惜しいいい音してるね78センチありがとうございますありがとうございますありがとうございますめちゃくちゃ綺麗ですね車かっこいいおお
だいぶちょっとシートポジション前にしてないですか。こうやってやってないですか。こうやってやってますよね。59センチ。めっちゃいい、はい、めっちゃいい、めっちゃ攻めました。あ、確かにね、確かに攻めてるよ。攻めてんのは間違いない、はい、マイナス5454センチ飛び越えたってことね。もう恥ずかしくて GR ガレージ帰れないですね。あ、かっこいいエアロパーツがついてるんで、これはね、記録からマイナス50センチした。59です。9センチです。59センチ。もうちょっとリップ伸ばすときはよかったね。風が巻きってご存知ですか。風が巻き、お菓子、海苔が巻いてる、はい、これの社長が来ます。レースも3センチ以内に来ると思います。おお、10センチぐらい。50センチ。14センチ。おお、素晴らしい。今これ暫定2位です。なのでも14センチだもんな。やっぱもうちょっと攻めなきゃダメなんだね。今止まる前から首振ってますよね。今止まる前から59センチ。伸ばしがありましたね。スピードは17キロ。あ、残念です。12センチという素晴らしい記録が出ましたが、なんとスピードが足りてませんでした。だからね、あのスピードが遅すぎてもダメなんです。いいですか。今ちょっとゆっくり来ますよね。ゆっくり来てこうなんか合わせてきますよね。ボーリングで言えば転がしたみたいなね。ポルシェのブレーキは宇宙一って言われてますからね。106センチ。トナカイさん、はい、ありがとうございました。皆さんどっちのあですかね、これはね。1センチ出てる。1センチ、惜しい。4センチでした。いやでも素晴らしい、ナイスファイト、ナイスファイト。4センチ奥だった、奥の場合はあのもう弾かれちゃいます。手前だったら OK でしたが、4センチ奥だったんでアウト。ありがとうございました。いや、ナイスファイトだ、ナイスファイト。鹿児島からね。おお、ちょっと聞いていいですか。今エンジンかかってますか。あ、エンジンかけましたね。69。これだからちょっと見てごらん、降りて。マジ？マジ、そう、マジ、マジですよ。マジ、マジ。ワイ。お、これエンジンなんですか。え、エンジン5バルブ全機4連続だ。え、これ変えたの。いや、元から A101 ほら、A101 でしょ。71センチです。こうほら、あったんだから、こういう特殊なスポーツカーがね。 GT ほんとだ、A101 渋い。馬元59ってもう相当あれだね。お父さんの車らしいです。いいですね、なんかね、お父さんの車を息子が乗るってね。岐阜からやってきました、マジカルヒューズの社長です。皆さん知ってますか、マジカルヒューズ。もうヘッドライトつけてますよ。ヘッドライトつけても結果は変わんないと思うんですけどね。これがね、この辺いるとだいぶ手前になる。さあ、どうでしょうかね、マジカルさんと。50センチ。今はあのヒューズの工場出てましたか。バリバリ出ました。82センチ。ちょっと降りてみてください、自分の不甲斐ない結果を。これはちょっと恥ずかしいでしょ。もう一回ないですか。まあまあ、最後もう一回言ってくださいよ。いいですか。泣きのね、泣きの、泣きの一回。これで皆さん、じゃんけん大会でマジカルヒューズの商品が出ることになりますわ。てか練習してきたやつ言ってたね。俺は今度この辺に行ったら。おお、はい、まあまあ、どちらにしてもマジカル賞いただきました。ありがとうございます。見てください、ただ練習の成果は38センチ。ダサいっすね、これ。さっきから20センチって言いました。はい、もう一回いきますか。もう一回いきます。はい、はい、もう一回抽選といただきます。あ、そういうこと。ワンチャレンジワンセットです。これじゃんけんでね。ちょっと待って、どう、自分的にはどう。18センチ。18センチ。
なんとなくみんなの空気感で分かりますね。断面感がすごいなと思って。もう1回だけでいいや。35センチ。これ次決めますわ。35センチってことはさっきから3センチしか詰まってない。4センチです。もう一回、もう一回いいですよ、もう一回いいですよ、はい、ハンドルついてます。ハンドルついててもダメです。ハンドル、いいハンドルついてるんで、もっと本当は近くないとダメです。もう一回行きたい、もう一回行きたい。3セットいただきました。僕の希望的に5セットまで行きたいと思います。いや、今度ここに立っておうかな。ちょっと待って、ちょっと待って。いやいやいや、男性、ちょっと待って、どんぐらいだと思う？5センチ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 8センチ。あ、こわ、何スピードは、スピードは、あ、本当ですか。35キロはペナルティなんですよ。どうしますか、マジカル社長。あ、水から4セット目投入です。はい、行きました、4セット目。何も言わずにバックプレー。調子に乗って10までいっちゃいました。いいよ。ちょっとなんか残念だな。なんか男としてなんか残念。40センチ。記録下がっちゃったよ。マイナス40センチ。届いてないの。もう一回バックギア入れるだろう。オッケー、行きます。5セット。5人の方に間近な感じが増えました。おお、今記録はちなみに20センチです。中途半端ですね。中途半端で、せめて10センチ以内は行きたいですよね。そうですね、はい、行きますか。6セット目入りました。さすが男ですね。岐阜からね、わざわざ来ていただいて、6セット目。あー、おー、これはスピードでいったな。スピードは21キロ。おお、21。まずセーブ、まずセーブ、まずセーブ。これで終わりたい。 6.5 センチ。やっと終われる。6回目の手を点でやっと 6.5 センチが出ました。このイベント参加したらマイナス赤字。そうですね。はい、だけど6セット皆さんのためにマジカルヒューズを提供してくれます。社長、どうもありがとうございました。いいっすよ、いいっす。はい、というわけで皆さん楽しかったですか。これはまあ、あくまでもまだ予選ですからね。そして第3位、記録20センチ、スピード28キロ。マサさん。マサさん、車なんだっけ。スープラです。スープラ、スープラね、90スープラ、ね。80。80だよね。第2位、記録14センチ、ルガマキ、ルガマキの社長です。皆さん帰りに、ルーガン巻きを買って帰ってください。美味しいです、ポリポリしてて。午前中第1位、記録10センチ、スープラね、90ね。いや、80。酔ってます。もう抜けてます。80が優秀ですね。そうですね、90で弱いですよ。90いないですよね。しかもだって名前がみんな九州の名前だもんね。これ熊本さん、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 違うんだね。地元の方っていう。どっから来た、県か。そうそう、あ、フローム、今気がつきました。じゃあこの5名で決勝戦を行いたいと思います、はい、僕後で参戦します。優勝した人と参戦します。わかりました、はい、じゃあここで、はい、一つ岡田店長のデモンストレーション。デモンストレーション、岡田店長なんですけども、クラブレースのクラブマンクラスの去年のチャンピオンです。おお、はい、チャンピオンですから。75センチです。記録レースのチャンピオンはこんなもんってことですね。あ、もう一回いきます。はい、あまりにも不甲斐ない結果だったんで。これ意外とね、いきなり振られるとね、心の準備ができない。まだね、多分彼はアルファードの鼻っ面がどれぐらい長いか知らないんです。皆さん、反応がめちゃくちゃ低いです。ちょっと降りてきてください、自分で。降りてきてください。一言どうぞ。
普通はこんなもんで、まあ、この後あのね、プロレーシングドライバー、俺の学ぶ出てきますんで、これあの、どうなのか、期待したいなと思ってます。これがまあ、クラブオープンクラスの実力ということで。自分のことを棚に上げ。さあ、続いて熊本代表、ソリア岡本さんです。熊本のワインディングを走り慣れてる男ですから、もうバビッときますよ。ベストパフォーマンス、ね、ベストパフォーマンス、まあでも2回目ですからね。確かにこれをやっぱ織戸さん超えてくれるってことですからね。これは超えられないですよ。そんな簡単なもんじゃない。すごい準備を。1センチだよ。いやでもね、今のスピードとあれはすごい良かったですよ。ナイスアタックでした。ゴー。お、ちょっとアンパイできましたね。アンパイできましたね。31センチです。まあでも今のところ暫定1位ですからね。15.5 センチ。素晴らしい。出ました。これでも 15.5 なんだもんね。1センチがどれだけすごいことかですよ。ロックしちゃってるし、ロックスタート。60センチ。決勝戦ですが、午前中の記録は破ることができませんでした。まあ前止め選手権の難しさがね、というわけで、いやいや、まだまだ終了ですね。終了しません。はいはい、前止め選手権ここで世界記録保持者のですね、織戸学ぶに挑戦をしていただきたいと思います。拍手。意気込みを。はい、前回のビデオでも言いましたが、僕は100回やったら100回1センチ以内に止められる男です。まあ見せてやろうじゃありませんか。はい、わかりました。では86で挑戦していただきます。86はね、ABS がついてないからね。俺のマラブ選手、 A86 ブレーキの練習しない。前回はスーツだった。今回は A86 ということで、みんな世界記録見ようぜ。世界記録をちょっとこの目に焼けせていただければと思います。1、はい、スタートです。さすがですね。3、2、1、スタート。なんか今おかしかったですね、ちょっとね。何も言わずに帰ってます。間違いだ。あ、やっぱりやっぱ間違いは誰でもありますからね。はい、あったんです。今ので大体50センチぐらい。持ったんですけども、1メーター50ぐらい言わないとね。では行きます。3、2、1、スタート。来ました。
荷物がガーンってなって岡田の荷物がガーンってなって岡田のさっきのあの変なのが出ちゃった岡田の荷物がガーンってきちゃうんだよ。はい、そういう言い訳をしておりますので、あのもう一度よし、世界記録あの結構実は意地になってますね、これから1回目やるんだけど、これから1回目挑戦しますけども、なかなかね、まあ10センチはね、超えていくでしょうね。いかないです。いい発音は難しいですか。あ、それは何かの言い訳ですかね。意気込みをね、折戸学選手に。まあやっぱり一応自分が持つ5ミリ、はい、5ミリの記録は塗り替えたいなと思いますよ。わかりました。目指せぴったんこ。ぴったんこですよね。初めてハワーストトライですよ。ハワーストトライ。マージントライ。はい、わかりました。はい、じゃあ折戸学選手の第1回目の挑戦をやってみたいと思います。スタートでーす。おー ABS 聞きませんでしたねもう1回かな。あれ33 音だけ。本当だ、全然攻め今ね、俺ね、俺の感覚で飛び越してたそうか、最後サイドブレーキが引かなかったら伸びたんだねいや今日はね、分かりますよ、今日は俺の日じゃなかったってことが言うからアメリスさん、アメリスさん、以上、折戸学選手の挑戦でした。ありがとうございました。やらせてもらえるかなスタートです。86はここに落ち着くんですよ。86はね難しいんですよ。86はね難しい。だから86で挑戦した人の気持ちがよくわかったちょっとね、今日はちょっと僕の日じゃなかったはい、果敢に挑戦させていただきましたが、ダメでした。ありがとうございました。逆に言うとこれは本当に面白い競技になりそうですね。ありますよ、これ、ね、本当分かんないん、あのマジで難しいから、折戸さんでも難しいってことだ。そうなんですよ、すごい。あのね、言い訳させてもらえると僕にとってスピード遅すぎてグリップ感が合わないんだよねけど全開できたらもうパタッと止まるんだけど、はい、これはね、分かりました。また言い訳させていただきました。ありがとうございましたじゃあまた次回の挑戦に期待するということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありますよね、これナンバーまで一緒なんでしょ、数字。そうですね、ちょっとすごいですね。これ何年前に作ったんですか。いや、もうこれ5年ぐらい前ぐらい。あ、5年ぐらい、はい、もうやっぱ一番に来たら開けてもらっていいですよ。これが開けていい。どうも、はい、ちょっと持ってるのこれ。いいですか。いや、ちょっと待ってください。ボンネットオープン。おおおお、グリーンが入ってるすげえすごいじゃないですか。何がすごいってマックスの将来バッテリー。そうですね、ヒューズも入ってますね。あ、ヒューズも、まあ、まあ、ジカルヒューズさんヒューズも入ってますよ。花田さん、これいいんじゃないですか。 4AG16 バルブでなんとグリーンが入ってるすげえな。パワーフィルターもパワーフローもグリーン、すごいですね。特にグリーン好きなわけじゃないですよね。そうですねあの千谷さんのグリーンのパネルとかどう思いますか。うーん、そうですね、まあいいんじゃないですかいや、すごいな。え、見た目は全く一緒で、内装も一緒ですよ。ほんで何がすごいってこれこれの一番すごいのはこれです豆で、しかも土屋さんのキーホルダー。本当だ、すごいですね、豆伝説。これ土屋さん見たら喜びますよ。これこれ土屋さん見たら喜ぶでしょう。さあ、ライト、これね、あの恒例のヘッドライトバルブチェックってのがあるんですか。あら、いや、ギリセーブでしょこれさ、確実に今回バルブだけ変えてきたでしょ。いや、
ギリセーフでしょ。土屋さんのリフレクター。リフレクター。マルチリフレクター。こういう感じのやつだよね。こんな感じのやつです。で、LED のバルブだよね。で、そうですね。あの、ハロゲン風のね。ハロゲン風の色が。うん、暖色系の。しかも、あの、土屋さん撮影した後に、あのハロゲンバルブの LED をうちに送ってきたもんね。つけろと。あの色はダメだと。あの色はダメだと。ね、やっぱハロゲンの、こう、ハイビームとかロービームとかしたり、消したりとかする時の、モワンって感じ、すごいいいですよね。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、素晴らしい。これはですね、リバティウォークの代理店であるプリンスのデモカーとして制作いたしました。拝見するとね、NSX っぽくですけれど、ボディカラーも NSX の純正オレンジで全塗させてもらってます。エンジンの実はこれタービンから何かインタークーラーも全てやってますので、だいたい90馬力ぐらい出てますかね。90馬力、はい、いやめちゃくちゃかっこいいよね。すごい決まってる、うんうん、実はこれ全部ボディカラーから仕様全部決めたのがリオなんです。センスいいんだね。ありがとうございます。めちゃくちゃトータルでまとまってる、うん、素晴らしいね。素晴らしいセンスだ。インスタでつながっててよく見てるんですよ。生で見るの初めて見た。ダンス系っていうんですか。いいじゃない。決まってるよね。この車高でずっと走ってんの、はい、センスいいね。ありがとうございます。うちのエアロを選ぶところがね。センスいいよ。車は前期なんでしょ。いや、これ後期。あ、テールがあれなのか。ちょっと違うのか。はい、テールを前期。あ、テールを電気にしたの？なんで？丸みが好きだったんで。俺、テール後期の方が全然好きだけどな。そういうことなんだ。だから俺ちょっと電気なのかなと思ったら。これ綺麗ですよね。めっちゃ綺麗。NA でこんなに綺麗なのあんまりないですよ。これが何？こういう風にできるんだ、これ。そうなんですよ。これが NA 開けていって、うん、後ろだけ開けるんですよ。これさ、なんか RS アイドアかなんかのメーター？RS プロダクツってやつです。すげえかっこいいじゃん。インターフォースの時かっこいいですよね。雰囲気があってなんかちょっとレーシーですよね。レーシーだし、このオーディオがさ、はい、これはさ、結構古いの？これは多分結構古いやつだと思う。古いやつなの？そうなんですよ。ヤフオクで見つけて、あ、これは買うしかないと思って、これめちゃくちゃフィットしてるね。そうなんですよ。この車にこういうエアコンのさ、そうなんですよ。このスイッチとかもいいね。こだわって、このだってエアコンのこういうとこも違うんでしょ？ですね。このメーターが本当レトロでいいよ。めちゃくちゃいい。これはいいね。ありがとうございます。うん、オルドさん、ロードスターなかなかあんまレアですね、これ。ロードスターは今まで縁がないんで一回も乗ったことはないんですけど、こういうのは乗りたいな。なんか嬉しいですね、そう言ってもらえると。あのミラーとかもさ、すごくいいよ。ありがとうございます。オールドファッションみたいな。オーナーとのそのなんか雰囲気がすごい合ってて最高ですよ。ありがとうございます。大事にしてください。ありがとうございました。お父さんが乗ってたやつを譲り受けたんだよね。これを身ごもっとって、母ちゃんツードアなかなか深い話です。ですちょっと一瞬重い話になってます。いやでも素晴らしいね。あれでも綺麗で、シルバーヘッドにも前期と後期があって、うん、これ後期仕様なんです。そうなんだ。なんか違うの？まあ見た目だけではスロットリンクが2つで電気が出て、あとはインテークのポートの形状がちょっと変わってて、あとクランクのオイルジェットが追加されてて。なるほど。めちゃ詳しいっすね。よくわかんないけど。このトも違う。あ、このトもですか。電気の方がでも速いんじゃないですか。こっちの。こっちの軽いんだよね。うん、こっちの軽い。あの、101の電気のポーター。101のポーターの方が電気の方が軽い。みんな注目の動画を見てますからね。まあ 4AG も電気交換ね。これもヤマハエンジンだもんね。ヤマハ。いやすごいよね、このファイブバルブ。もう二度と作んないだろう。かっこいいと思ったらリドックスがついてる。フロントバッパー、フロントディフューザー、フロントフェンダーもね。へー。あ、そうか、これフェンダーワイドなんですね。はい。どこら辺乗ってんの？これ今年2月に購入したばっかりで。最初からこれ小さい。いや、もうホイールだけ変わってて、で買ってから。本当。はい。ありがとうございます。これは NA かな、これ。NA です。SZ。NA の6速。5速。5速ね。はい。いやすごいいい色だよね。うん。あのこれ最初来た時に、おこの車かっこいいって俺さん言ってたんですよ。ありがとうございます。そう、最初止まってる時はかっこいいなと思って。
いいオーラが出てるよ。ですね、勝ったらもうこれ以上決めてて。前田選手権の表彰式ということで、1位、2位、3位を発表したいと思います。第3位の方、60センチ、60センチで3位優勝。すごいですね。いや、60センチって素晴らしい結果だよ。そうですね。第2位が31センチ、素晴らしい結果だよ。はい、早く第1位ですね、15.5センチ、おめでとうございます。このような不甲斐ない結果で申し訳ないと思って。これは何、俺に対してはバカにしてる。第2位で、2位で、2位で、何センチでしたっけ。素晴らしい結果。ありがとうございます。一応目標が達成できたということで、大変ありがとうございます。素晴らしいです。食事券1万円おっ、どうも、マリさんのおかげでできるんで、ありがとうございました。最初グー、ジョンケンポン。はい、もう一回。いくよ。はい、すごい。グー。さあ、聖火リワークと竹内と申します。インスタグラムをですね、あの更新していきますので、日頃の思いをよろしくお願いいたします。面白いね、面白いことが始まるんだよ。楽しかったですよ。いや、本当漫画の世界って漫画の世界。